この放送は大泰さん、ムービット、小林製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。元世界バンタム級チャンピオン六車卓也が日本で3人目の2階級制覇に挑みます WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ。六車卓也のホームリング森口市民体育館、4600人を収容することができますが、今日も超満員に膨れ上がりました。まず放送席、とりあえずお名前だけをご紹介しておきます。お隣なんですが、ムグルマが2階級制覇を狙うならこの方は WBA と WBC を制しました元ジュニアバンタム級チャンピオン渡辺二郎さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それからお隣ですが、世界の王座に2度返り咲き炎の男です、元世界ジュニアミドル級チャンピオンの和島浩一さんです。よろしくお願いします。このお二方には後ほどゆっくりお話を伺うとして、もう一人、お客様として片岡鶴太郎さんをお迎えしているんですが、舞台にテレビ、そして今や映画スター、今月の29日に封切りの関西テレビ開局30周年記念映画幼女の時代の主役でございます。今出てますが鶴太郎さん、はい、この映画の中でもボクシングシーンがあるんですね。そうですね、プロテストを受かって、はい、で大森監督が脚本の中に入れていただいたんですけど、はい、実際にライセンスを取ってリングに上がってですね、実際にこうグラブを交えた時の感触でどうでした？いや、やはりリングが広く感じましてね、非常に疲れました。そうですか。今日はお客様というより解説者として六車卓也選手のファイトぶりじっくりお願いします。もう応援して、はい。両選手のリングに入場でございます。1分3厘、今エンドレスファイター六車の前に大きく立ちはだかる WBA 世界ジュニアフェザー級チャンピオン、バン・ホセ・エストラーダ。アメリカとの国境に近いメキシコはティファナ、そのティファナが生んだ初の世界チャンピオンは現在24歳、プロデビュー以来7試合連続で1ラウンドノックアウト勝ちを収め、人呼んでダイナマイト・エストラーダであります。対します、青コーナー側より挑戦者六車卓也選手の入場でございます。去年の3月、アサエル・モランを破って黄金のバンタムを制した六車卓也が今日本人として3人目の2階級制覇と、自らのボクシング生命をかけて WBA ジュニアフェザー級のチャンピオンベルトに挑戦します。今年の1月、あのウィルフレッド・バスケスとのデスマッチを三者三様の採点で引き分けてから9ヶ月、また世界の六車としてその名を馳せるチャンスがやってまいりました。ムグルマまた7割6分9厘のノックアウト率を誇るハードパンチャーであります。場内係方渡辺さん、はい、簡単に一言でこの試合の見どころをお願いします。場内係方、そうですね、ムグルマはベストコンディションですし、はい、お互いどっちもファイターですからね、もう壮絶な1ラウンドから戦いになると思います。そうですか、はい、それから和島さん、はい、公開練習はご覧になれなかったんですが、こう一般にですね、メキシカンというのはどういうボクシングするんですか？もうコンスタントにガン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 来るっていう感じね、それでパンチ力がないかといったらまだパンチがあるんですよ。はあ、パチパチと来るやつよりはね、はい、切れるっていうよりは重いという感じでね、芯にこうズシンズシンと効く感じなんですよね。あ、そうですか、はい。それではこの両選手の一番新しい試合をビデオテープでご覧いただきたいと思うんですが、これは1月の17日ムグルマがバスケスと引き分けた、しかも三者三様ということで女性ジャッジがムグルマの負けとつけまして結局引き分けに終わったんですが、
渡辺さん、この試合の後ですね、ムグルマ選手が非常にバスケスのパンチは硬いパンチで痛かったというんですがね、これどういうことなんですか。やはりそういうボクサーが多いですよ。ナックルをね、かっちり当てる人と、軽いんですがスピードあって、ポイントを取ってくる相手と、ドスンと効くパンチとね、馬場さんが言われたように、ですからこういう試合展開でね、バスケスにロープを背負わすと、こういう展開になってほしいですね。今日もこういう展開ならいいと、さあそのムグルマですが、控え室ではどうだったでしょうか。梅田アナウンサーお願いします。今回最高の仕上がりを見せているムグルマ拓也の表情は余裕たっぷりでありました。時々訪れる激励の声にも明るく応えておりまして、今回ひょうのように鋭く軽やかにと新調したシューズとトランクスを身につけたムグルマ、一言、今日の僕はエンドレスファイターというよりはエンドレスザウルスという心境です。行ってきますと言ってニコリと笑って上がっていきました。そうですか、これがムグルマなんですが、さあそれではチャンピオンの方をご紹介しましょう。エストラーダ、5月の28日地元メキシコのティファナで WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ、チャンピオンのピニャンゴと戦いまして、こちらの方は2対1スプリットデシジョンでの判定勝ちであります。まあ、この試合も渡辺さんビデオで見たところではあまり山のない試合でね。そうですね、まあ、ピニャンゴもね、前ちょっといろいろと薬のこととかいろいろあったんですが、やはりローカイなボクサーです。さあそれでは実際のエストラーダはどうだったのか、控え室での表情ですが、ババランさんお願いします。このチャンピオンなんですが、とにかくリラックスしておりまして、試合前いつも通りの表情と、これが表情なんだというふうに語ってましたね。昨夜はデンプスケールが終わった後、普段通りにメキシコ料理を食べたそうです。とにかく早く試合をしたい、早くリングの上で答えを出したいと、そういうことを語ってました。そうですか、ムグルマ、エストラーダ、一番新しい試合をビデオで振り返りながら、また渡辺さん、和島さんに一言ずつお願いしたわけですが、さあこの両者を見てきて鶴太郎さん、今日の試合ですね、どういうふうにご覧になりますか。そうですね、かなり打撃戦になるんじゃないかと思うんですよね。ですが打ち合いはムグルマ選手も望むところじゃないかと思いますんでね、まあ、ジュニアフェザーというのは僕はムグルマ選手にとって分があるんではないかと、読んでるんですけどもね。そうですか、バンタムからずっと上げてきたわけですからね、今楽だったと思うんですが、今両選手の比較表をご覧いただきました。身長はムグルマが高い、そしてリーチ、つまり両手を広げた時の長さはエストラーダが長い。ところがですね、こう右と左に分けて右手左手の長さを比べますと、これムグルマの方が長いというんですが、これは渡辺さんどう解釈したらいいんでしょうね。いや肩幅が広い人はね、肩幅から測りますからね、これはリーチだけじゃないんです。まあ、それのステップインの速さ、パンチの速さでね、手が長いからいいというわけでもないですね。そうですか、それから体重の方ですが、昨夜7時両選手1回でパスしております。両国国歌の吹奏でございます。まさにお届けの中、両国国旗に向かって起立願います。最初にメキシコ国歌、続きまして日本国国歌ジュニアでございます。
で間もなく試合の開始であります。さあ、それでは両選手のリングアナウンサーによる紹介です。本日のメインイベント WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー世界ジュニアフェザー級チャンピオン122パウンドメキシコファン・ホセ・ダイナマイト・エストラーダ。青コーナー挑戦者世界ジュニアフェザー級7位アナウンサーの方から審判の紹介がありましたが、ジャッジ3人、ペルトリコから1人、パナマから1人、フィリピンから1人、この3人のジャッジが判定いたします。そしてレフェリーはペルトリコからロベルト・ラミレスさんがやってまいりました。来日2回目、このラミレスレフェリーは採点には参加いたしません。10点法で採点されます。さあ、注目の第1ラウンド、現在チャンピオンのエストラーダ、カトリック教徒らしくて、試合の前必ずこうしてお祈りをしてゴングに登場するわけですが、第1ラウンドの見どころ、渡辺さん。そうですね、どっちが先に攻撃したかということと、やっぱ押していくプレッシャーをね、はい、ちょっと見合ってますね。はあ、はあ、控室では先輩の渡辺さんに第1ラウンドの作戦、室間選手どう言ってましたか。はい、先ほどね、行くんかと聞くと、ちょっと見て立ちますと言ってましたが、はい、エストラーダが見てますね。はあ、はあ、まあ、特にエストラーダの場合はムグルマの公開練習も見なかった、それからビデオテープも見てないということで、どういう選手か私は全く知らないというんですがね、はい、やはりそういう時は第1ラウンドでちょっと相手がどういうタイプか見てみようと、こう思うもんなんでしょうか。そうでしょうね、まあ、もう戦歴もすごいですしね、はい、39戦ですし、はい、ですから、あらゆるタイプの人とやってますからね、そんだけの自信を持ってるんでしょう。まあ、確かに戦績を見ますと元世界チャンピオンもいます、元世界ランカーもいるんですが、ムグルマ選手がその戦績を見てね、はい、まあ、強い選手でやってるけどみんなそういう相手には負けてますねと、これまたね自信たっぷりの発言があったんですが、あ、今日はいい左です。ムグルマを右を返します。じっと立ち上がり、あっと、これは右のフック。パンチ力はどうですか。例えば1月にやったバスケスあたりと比べて、渡辺さんどうご覧になりますか。硬そうな、ね、はい、パンチですね。和島さんが先ほど言われたように、ガチンガチンとね、はい、この KO 率見て分かるよね、非常に硬いパンチありますかね。あ、はい、あ、これすごい上下にね、ちょっとこの距離は渡辺さん危ないんじゃないですか。いや、ですけどね、やはり相手のパンチも当たる距離ですが、自分のパンチも当たりますからね。あ、そうですか、はい、しばらくはこの距離を保ってもう少し様子を見る。いや、相手がね、先手先手と打ってきてますよね、はい、まあ、ムグルマは手を出さなダメですね。あ、そうですか、はい、まあ、もう少しね、ごめんなさい、もう少しね、体をこう振りたいですね、はい、肩を振って頭をちょっと振ってね、はい、あ、右から左というエストラーダの攻撃です。まあ、和島さん、上がるということとね、緊張は違うんだということをおっしゃったわけですが、ええええ、2人のこの表情どうですか。上がってますか、緊張感に見せてますか。いや、緊張感に言うと、あ、右ですね、緊張感ありますからね、はい、その緊張感が悪い方に回ってますよね、はい、あ、しかしこの後すごい右の左、怖いですね、かなりのパンチ力があります、エストラーダ。鶴太郎さん、この緊張の第1ラウンドどうですか。ちょっとチャンピオンいいですね、右のフックがちょっと威力ありそうですね、はい、公開練習を見てましてもコンビというよりは右はいきなり出てくる、左は左という感じだったんですが、あ、左の上にいいですもんね、激しい打ち合いです。あ、バスケ戦と違ってかなり距離を保っているムグルマなんですが、かなり顔面が赤く腫れ上がっている。また左から入ります、左のフック。もう一回聞きますが、渡辺さん、この距離でいいんですか。はい、そうですね、やはり
もうこの距離で、ね、あまりムグルマは、ね、距離を取る方じゃないですからね、はい、相手の当たるパンチですからね、自分のパンチが当たります、はい、第1ラウンド終了です。さあ、これが第1ラウンドのビデオテープなんですが、ここはまあムグルマが果敢に攻めているシーンをご覧いただいておりますが、しかし一発ムグルマのパンチを振った後、左の3連発、そうですね、ちょっとペース的には、まあ、このペースなんですけどね、はい、ですけどあの手数はやはりちょっとエストラーダの的確に、ね、はい、当たっているようですね。それから和島さん、はい、第1ラウンドご覧になってエストラーダの一番怖いパンチというのは何だとご覧になりましたか。やっぱりね、なんか 右みたいですね。右ですか、やはり右のフックが、はい、小さいのも大きいのも打てる感じですよね。あ、そして左はかなり2発3発と数多く出てきますね。そうですね、接近したらの左が怖いんですよね、はい、あ、また左2発、あ、また左、さっきまあジュニアフェザーは、ムグルマの方が有利かと思ったんですけど、体はやっぱりチャンピオン大きいですね。そうですね、まあ、39戦目で初めてジュニアフェザーの試合を行った。それまでの38戦全部バンタムでやってるんですがね、このエストラーダは、減量苦しかったんじゃないでしょうかね。そうでしょうね。塩田さん、はいはい、ソメヤトレーナーはね、距離はこれでいいと、はい、ちょっと力んでると、はい、加えてチャンピオンのパンチに関しては予想通りだということです、はい、これだけの強さを予想していたということですね。予想していたということ。そうですか、はい。放送席の塩田さん、チャンピオンコーナーですがね、はい、第1ラウンド終わったところで全員拍手で迎えました、はい、そしてもっと距離を詰めていいと、もっと中に入れ、もっと強くヒットしろと、そういうアドバイスですね、はい、あ、チャンピオンの方がむしろ距離を詰めろと言ってるわけですね。そうです、はい、また右、この右はやはりいきなり出てきます。あ、激しい打ち合いですが、これはどうやらストラダに分があったか。早くも第1ラウンドで顔面が赤くなっています。また左のダブル、そして右、左は一発ということはほとんどありません。必ずダブルかトリプルで出てきます。ムグルマ身を沈んでいますが、はい、ムグルマ君ね、少し打ち、はい、打ち急ぎと言いますか、打ち過ぎて、あ、この距離が危ない。あ、このチャンスと見て果敢に攻めてくるところね、これがエストラダの特徴。右を返したムグルマ、あっと、またしかし右の強烈なアッパー、これがエストラダのお得意です。チャンスと思うと攻めてきます。逆にロープを背にしているのがチャンピオンですが、さあムグルマ、なんとかその劣勢を挽回できるか。リングの中央に戻りました。また右強烈です。あ、そして左、ずっと身を沈めて相手の顔面を下から伺います。エストラーダ顔面が赤くすでに腫れ上がりました。ムグルマですが、あ、強烈に右から入る。あと、しかしまだ下がった、下がってはいけない。また右、右身を沈めようとするが、ようやくウィンビングを見せましたムグルマ。さあ、これまで顔面にヒット、ムグルマもヒット、激しい打ち合いです。さあ、逆にまたムグルマが攻勢に転じる。ああ、ここでローブローの注意がありました。今日はロベルト・ラミレスさん、ペルトリコが主審を務めますが、エストラーダにローブローの注意がありました。ここで第2ラウンド終了です。このラウンドはさあ、渡辺さんの採点どうでしょうか。10対9、チャンピオンエストラーダにワンポイント差をつけております。どこに差が出ましたか。そうですね、やはりちょっと攻撃の数がね、はい、チャンピオン多かったですね。あ、確かに2パンチも当たってました、はい、和島さん、はい、まあ、今リング上のムグルマ選手に何かアドバイスするとすればどういうこと言いたいですか。あのね、もうすぐ膝を使ってね、はい、肩を振ってくれってこう言いたいですね、はい、どうもリズムがね、あ、こういう感じなんですよ、はい、このリズム今あのいいワンツー出ましたよね。こういう、ね、リズムなんですよね、はい、こういうリズムも少し作ってもらうとね、ちょっとムグルマサイドに作戦の変更がね、そうそう、この感じなんですよ、はい、あったかも分かりませんね。いいですね、ドワークも変わりました。あ、これいい、これ最高だ。あ、なるほど、和島さんが最高だと言ってますが、下がりながらですが、また左を軽く覗かせますチャンピオンのエストラーダ。あーと、ボディです。左のストレートがボディ、そしてロープを今度は背にしているエストラーダですが、ムグロパンチを振るってまた中央に出てまいります。一昨年の暮れに日本選手、神話川上の田中小平太選手、現在日本のバンタム級のチャンピオンなんですが、このエストラーダと戦ったことがありますが、その時の印象ではかなりあのボディを打たれると嫌がる選手だということ、
それからチャンスだと思うと一気に攻めてくるんで、その辺が要注意ということをね、川上さんが言ったわけですが、パンチ重そうですね。そうですね。この第3ラウンド開始当初はなかなかいい動きだったムグルマですが、さあ中盤以降はどうでしょうか。ちょっと歓声が上がります。地元森口の体育館、森口で育ちましたムグルマ拓也。このラウンドもかなり両選手まだ距離を取っております。やっぱりムグルマ君もう少し左をね、はい、左をもう少しどん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 出したいですね、はい、相手が嫌がるぐらいね。あーはー、あー、このいきなりの右です、ロングフックです。このラウンドはちょっと手数が少なくなったか、エストラーラ。やはりまだムグルマちょっと硬いですね。まだ硬いですか、はい、まだあの当てよう当てようと思ってるんですがね、はーはー、思ってるんですが、エストラーラが、手数が多いですね、はいはい、で絶対ムグルマが打ったら絶対エストラーラを打ち返しますね。あ、そうですね。ここでムグルマを絶対打ち返してね、はい、あっとこれは左から右、右から左とかなり多彩なパンチ、ローブローを注意されたから顔面を狙ってきますエストラーラ。あ、これはボディです。かなり強烈なアッパーは左。あー、そして右のフック、あ、これも当たっている。動け動け動け、もう少し体をくっつけたいムグルマですが、ちょうどエストラーダのパンチの当たるナックルの当たる距離にいます。さあムグルマが攻勢に転じます。これチャンスですね。そうですね、はい、ナイスムグルマ。ムグルマ出てきた。あとしかし待って、エストラーダも反撃、ダッキングウィービングと新しく覚えた技術を駆使するムグルマですが、ちょっと打ちつかれたところで第3ラウンド終了であります。さあ渡辺さん、このラウンドどうでしょう。このラウンドは一応10対10イーブンとついております。ムグルマ左から大きく入って右ですが、これをダッキングでかわしました。この辺りがチャンピオン。まあ、それにしても鶴太郎さんはあのムグルマ選手の試合を生でご覧になるのは初めてですね。初めてですね。タイプとすれば好きなタイプの選手でしょうか。やっぱりガンガン行きますからね、あの非常にあの、まあ、ファンは喜びますよね、はい。まあ、渡辺さん、あの普通ボクサーというのは打たれるとかわすことを考えるけれども、ムグルマの場合は打たれるともうかわす前に打ち返すことを考えているボクサーだというね、まあ、ムグルマ表があったんですが、最大の防御という、まあ、典型的なボクサーですね、はい。確かに防御面ではまだ甘さが残っているムグルマですが、その分打ち返して相手と互角に持っていこうというムグルマ。第4ラウンドに入っています。ガードも前よりはね高くなりました、はいはい、これ前のガードでしたらね、もう今頃も沈んでるでしょう。そうでしょうね。パンチが当たるとね、はい、ちょうど染谷トレーナー、この人も日本のボクサーというよりは世界ランク1位まで行きました。ライトキング、ちょっとブラッキーがまた打ち合いです。一瞬ちょっとぼーっとした表情を見せましたエストラーダですが、その後また攻勢に転じます。ちょっと聞いたみたいだったですね。そうですよね。一瞬目が後ろになったんですが、その後また激しくしました。ちょっとクリンチ入ってますね。そうですね。またクリンチで右を、あっと右、右のフック、カウンターですね、はい、あっとこの後怖かったですね。入ろうかというムグルマですが、右のフックはカウンターになりました。ラミレスレフェリーが8カウント、あっとまた左、3発右、ムグルマ頑張れ、もっと突け、もっと突け、もっと突け、後ろダウンを奪われているムグルマですが、ここで離れたらダメなんですね。さあ手が出るか、手が出るか、ムグルマ、ムグルマが自分のコーナーを背にしています。ここでね、ムグルマはね、クリンジの要戦ボクサーなんですね。あ、なるほどね。しかし手は出ています、ムグルマ。前出る前、かなりこのラウンドの初めにムグルマのいいヒットがあったんですが、やはりチャンスとなる。ムグルマ頑張れ、ナイスボディ、ナイスボディ。もう鶴太郎さんも叫んでいますが、いや、よく打ち合ってますね、ムグルマ ね、 ね、よくやってますよ。ようやくコーナーから抜け出しました。右のフック、ここでまたレフェリーが両者を分けます。そして改めてファイトを命じますが、ちょっとムグルマ選手の腹のあたりが赤くなっています。あ、ボディ、もう一発ボディ、チャンピオンエストラーダの猛攻が続いています。
リングの中央に出ました。ムグルマまた右です。ムグルマの左、しかしまたエストラーダ挽回。右が危ないですね。そうですね、もう視力を振り絞ってムグルマ猛攻します。打ち合いになった。いやー、ムグルマらしいファイトですね。そうですね、素晴らしいファイトを見せたところでこのラウンド終了です。第4ラウンドが終了しました。ナイスファイト。このラウンド10対8、チャンピオンにつきました渡辺さんの採点です。ラウンド3になりました。チャンピオンエストラーダの右のフック、エイドカウントのダウンを取られましたムグルマですが、さあなんとか挽回を図りたい第5ラウンドでやります。まあ、公開練習で渡辺さん、あのムグルマ左の、ね、ボディが3発出る、あるいは右のストレートが伸びる、なかなかいいスパーリングだったんですが、試合となりますとなかなかそうはいかないもんなんですかね。そうですね、やはり8オンスですからね、ヘッドギアもありませんし。なるほどね、はい、さあ右から入って左です。しかしここでまた右のフックがカウンターになったチャンピオンエストラーダ。おう、ここでまたやっぱりローブロー怖いですね。今度もローブローはちょっとついてますからね、世界戦 ね、エストラーダのこの前の前の試合、フィリピンのエスピノサとやった試合はエスピノサがこのエストラーダのローブローに2回倒されておりまして、結局12回戦だったんですが10ラウンドで負傷判定でエストラーダが勝った試合があります。放送席の塩田さん、はいはい、あのチャンピオンコーナーですがね、はい、もうとにかくこの勝負はもう君のものだという、そういう一言ですね、はい、ですからあの距離を保って自分のリズムを崩すなと、はい、そういう指示が出ています。あ、そうですか、はい、一方のムグルマコーナーは、はい、ムグルマ自身がさっきはっきり言いました、はい、聞いてない、大丈夫だと言ってました。ムグルマ自身は言ってました、はい、ムグルマ自身は言ってました、はい、和島さん、あの第3ラウンドが始まった時のあのフットワーク、あの動きですがね、そうなんですね、まだちょっと忘れてるようなんですよね。膝を使ってね、はい、肩をちょっとこう振ってね、はい、頭が動いてね、打ってくればすぐ避けられる、チャンスあればすぐ行けるというリズムだったんですけどね、あでもああいうのいいですよね。そうですね、ちょっとまた状態を振って接近戦に持ち込もうというムグルマですが、とにかくこの前のラウンドに右のフックでダウンを奪われましたムグルマ。採点を考えてもこのラウンドは挽回しておきたいラウンドですが、エストラーダね、はい、前半戦随分スタミナ使ってますから。そうですね、これ中盤持ったら、後半これはムグルマ君いきますよ、はい、かなりエストラーダも疲れているようです。体で相手のムグルマをロープへ押していきます。後半も連れ込んだら面白いですね。そうですね、押すようなパンチになってきましたエストラーダです、あのキレの良さがもう見られません。さあムグルマチャンスですが、ムグルマ君ね、はい、パンチをね外させるんですよね。空振りさせるとねすごく疲れるんです、はい、内ちに疲れ、その、はい、打ったパンチを止めるに疲れるんですね、はい、ですから空振りさせるといいんですけどね、はい、ちょっとここはバッティングだというふうな表情を見せていますが、ムグルマの方はケロッとしていますね。あるいは疲れたか、チャンピオン、あれはもう時間稼ぎなんですよ。そうですね、ちょっと時間稼ぎといった感じのコールがありましたが、ムグルマとしては不利ですね、はい、やはり疲れしてからの勝負の方で、はい、ムグルマとしてはあのいいんですけどね。今もムグルマが左のいいボディアップを見せたんですが、やはりその後すぐチャンピオン攻めてきますね。さあここで第5ラウンド終了であります。第5ラウンド渡辺さんの採点は10対10とついていますが、これはその第5ラウンド、左のジャブというよりはストレートがチャンピオンエストラーダの顔面にヒットしたシーンをご覧いただきました。さあいよいよ終盤にかかります。第6ラウンドでやります。最近はもう WBA、WBC、さらに IBF もすべて世界タイトルマッチは12回戦で行われます。終盤にかかりました第6ラウンドでありますが、第5ラウンドあたりからちょっと疲れが見え始めたチャンピオンだけに、このラウンドこそ挽回のラウンドになるか。とにかく第4ラウンドにはムグルマダウンを取られています。よし、ムグルマラッシュ、左から入ろうというムグルマ、ちょっとエストラーダが嫌がります。かなり前のラウンドあたりから疲れた表情を見せ始めただけに、
ムグルマとしても十分挽回のチャンスあり、しかも梅田レポーターからの報告によりますと、ムグルマは自分で聞いていません、ダウンは奪われたけれども聞いていませんというしっかりした発言がありました。相手との距離を測りますムグルマです。ムグルマ休ましたらダメですね。あ、なるほどね。どん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 ね、はい、相手ちょっと休んで見てますからね。はい、あ、左のトリコロチャンピオンですが、もでもで、はい、しかしこの距離はムグルマの距離だ、はい、ロープを背にしてチャンピオンですが、ムグルマ攻めます。当たった、その左のフック当たった、ムグルマ、ムグルマよかったですね。ちょっと苦しそうなチャンピオンであります。後半行ってね、勝負するにしてもね、今こうでもってムグルマ君攻めておかなきゃいけないですね。そうですね、はい、素晴らしいですよ。ムグルマもちょっと鼻血を出しましたが、しかしこのラウンドは素晴らしいファイトを見せています。手を巻き込んで体勢を入れ替えようというチャンピオン、ちょっと前のラウンドあたりからバッティングだという表情を見せたり、体で相手を押していったり、かなり疲れが見えていますが、ここでまたチャンピオンが構成、左のフック顎を捉えました。ムグルマの左のフック、ちょっとクリンチしています。チャンピオンがムグルマの左を抱きかかえました。あ、重い重い重い、そうですね、このパンチかなり重そうです。しかしムグルマンヒット、ワンツー、ムグルマンのワンツー、エストラーダが苦しそうな表情です。チャンピオンは下がりながらのパンチ、あと残り20秒、右がヒット、チャンピオンが嫌がっている、エストラーダが嫌がっている、チャンピオンも聞いてないことはないんですよね。はい、うん、あ、ナイス、ロープを気にしながらムグルマの反撃、残り2回あと5秒、ムグルマこう踏ん張るところですね。そうですね、さあ第6ラウンド終了しました。このラウンドは10対9、初めてムグルマの取ったラウンドです。取りました第6ラウンドの攻防ですが、まあ、ここまであのご覧になる試合前の鶴太郎さんの予想ですがね、はい、どういう展開になるというふうにお考えでした？まあ、あの打ち合いになるだろうと、はい、でまあ、どちらのパンチが強いかということをやっぱ一ラウンド見たかったんですけど、パンチはちょっと右の服はちゃんとが強かったですからね、はい、でもここから、はい、ここからですね、ここからですね、勝負はね、勝負は、はい、後半第7ラウンドに入りました。チャンピオンのパンチは下がりながらです。ムグルマコーナーはですね、はい、隊長が今までに見せたことのない大きな声で、はい、ムグルマの背中を一発バチッと叩いて送り出しました。あ、そうですか、はい、普段はおとなしい吉井会長ですが、このラウンドはムグルマの背中をバチッと叩いて送り出したという。よけろよけろ。チャンピオンは下がりながらのパンチです。ムグルマ君もね、少しこう朦朧としてるんですよね。ーーですからあのパンチをね、はい、空振りさせたいんだけども、はい、もらっちゃうという感じありますね。あ、おいと、右のアッパー。しかしこの一発で、あとフォローがあればいいんですが、ちょっとまた左目の上が腫れ上がっています。今日のムグルマずっとバンタム級で戦ってきたエストラーダが39戦目にして初めてジュリア・フェザーのタイトルに挑んで、しかもチャンピオンになりました。さあ、やはり中盤以降はムグルマか。ちょうどこの放送席の真上ですが、パンチの効き具合もこの角度ですとよくわかります。マジマさん、このムグルマの攻撃どうですか？いいですよ、いいですよ、はい、これをね、もう絶対ロープから逃げさんようにね、はい、頑張ってほしいです。はい、コーナーに詰めています。ニュートラルコーナーに詰めています。今度は顔面、ずっとボディを追っていたムグルマが今度は顔面に返す。いや、よく打ち返しますね。そうですね、頑張ってますね。はい、第4ラウンドにはダウンを奪われたムグルマですが、素晴らしいスタミナです。エストラーダね、意外と休もうと思ってるんですよ。前半休んで後半でしょ、はい、ラウンドの後半で勝負しようと思ってるのを休ませてくれないってことだね、はい、素晴らしいですね、ムグルマ君ね。そうですね、
大体どのラウンドも前半はチャンピオンが攻めてきます。さあちょっと足が止まった、足が止まった、なんかエストラーダ嫌がってますね。そうですね、なんかレフリーになんか今サインを送ってましたね。レフリーが苦しそうなサインを送りました。一体レフリーに何を望むのか。苦しいからストップさせてくれと、こんな表情を見せましたエストラーダ。このラウンドもチャンピオンのパンチは全部下がりながらのチャンピオンパンチです。あ、右が怖いですね、はい、大きなパンチ怖いですね。そうですね、苦し紛れに打ってくるこのパンチですが、ムグルマは足を止めてはいけません。チャンピオンの右が飛んだところで第7ラウンド終了。さあこのラウンド渡辺さんの採点難しいところですが、一応10対10としておきます。7ラウンドの攻防です。この辺りにチャンピオンのエストラーダが棒立ちになったシーンもありました。さあ残る第5ラウンド、この5つのラウンドをムグルマどう戦いますか。 WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ。さあちょっと嫌がりましたエストラーダ、かなり疲れています。減量にもかなり苦しんだエストラーダ、このラウンドもちょっと嫌がっていますが、その後相手が休むと見ると打ってくる、そしてまたスイッチしました。エストラーダ休んでますよこれ。そうですよね、はい、完全になんか足を止めて、うん、またロープを背にしています。バンデージですね。あ、これはちょっとチャンピオンを休ませてしまいます、はい、ロベルト・ラミレスレフェリーがムグルマをコーナーに返しましたが、これはチャンピオンが今苦しいだけに、はい、早くしろ早くしろ。現在時計はストップしています。44秒でストップしていますが、もいもいもい。放送席の塩田さん、はいはい、チャンピオンコーナーはね、しきりに深呼吸をしろ、ゆっくり休むんだってこと言ってますね。ちょっと苦しそうですよね。はい、そうです、はい、さあ今の休憩時間がどちらに有利と出たか。今ババアナウンサーからチャンピオンコーナーの報告がありましたが、大きく深呼吸をしろ。まあ、渡辺さん、かなりカウントダウンしてますよね、チャンピオンコーナーがね。だいぶやっぱりこう、まあ、ポイントはちょっと自分の方が優勢だという計算であるんでしょうね、はい、あ、なるほどね。スタミナ配分をしながらボクシングやってますね、はい、ここで僕も休ませたらダメですね。そうですね、もう残りは5ラウンドしかありません。現在第8ラウンド、5ラウンドあたりからちょっと疲れを見せ始めたチャンピオンですが、コーナーからの指示ももっと深呼吸をしろ。ムグルマが入っていこうとするんですが、この距離はチャンピオンの距離です。ボクシングの試合ではね、はい、動いて疲れるのと打たれ疲れるってのがあるんですよ、はい、これはどうもムグルマだいぶ打たれたのかなと思いたくなるような動きですから、もっと動いてね、頭を振ってほしいですね、はい。大体ラウンドの前半はいいチャンピオンですが、中盤から後半になるとムグルマペースになります。このラウンドはどうか。これは2発当たっています。右から入って左を返しましたチャンピオン、そしてまた右のストレート、左もヒットしています。ちょっとムグルマ左目が見えているんでしょうか、左の上が腫れ上がりました。ムグルマ距離感が深めているかどうか。エストラーダいろいろな打ち方しますよね、スイッチをしますよね、右打ったり左打ったり、はい、左から右打ったら、ね、これ発生ネバーなんですな、よしね。このラウンドかなり疲れていたチャンピオンのエストラーダですが、動け。ここで第8ラウンド終了であります。さあ残り4つのラウンドを残して、このラウンドの採点はどうか。10対10とつきました渡辺さんの採点です。
第8ラウンドの攻防ですが、ちょっとした休憩時間がありまして、どうやらこの休みを取ったことがチャンピオンエストラーダの方に有利に働いたようです。まだコーナーを出ません。ちょっと苦しそうな表情が続いているエストラーダ。さあ左のジャブで距離を測ります。ムグルマとすればチャンスのある終盤です。9ラウンド10ラウンド、そして11、12と4ラウンドを残していますが、ポイントではダウンがあった分だけムグルマ不利は否めませんが、しかし十分に勝機がありますこの試合です。放送席チャンピオンコーナーですが、はい、どうぞ。先ほどの回からですね、チャンピオンに対してボクシングをするんだ、距離を保て、はい、落ち着いていくんだ、こういう指示ですね、はい、それから視線を上げろという指示が出ています。はは、まあ、自然に、はい、下を向いてしまうチャンピオンのエストラーダ、これも一つの疲れの表れなんでしょうか。ノグルマコーナーですが、気になる左目なんですが、はい、まだあの目を一生懸命開けました。開きます。それで、あの藤立コミッション、コミッションドクターに聞いたんですが、はい、まだバスケ戦を踏まえてもまだ大丈夫だろうと、はい、まだ大丈夫だと言ってます、はい、そうですか、はい、和島さん、あの第8ラウンドの後半ちょっと距離感つかめてないかなっていうね、ノグルマの左目心配したんですが、そうですね、あの結局攻められてる時と攻めてる時はこれ、あまりにも極端だと相手のペースにはまりやすいんですよね、はい、突き打てかないで打ち取る打たないという感じの必要ですね、はい、ボディから入っていこうというムグルマ。しかし渡辺さん、あのご覧の以降はもう全くあの前半に見せたラッシュはチャンピオンありませんよね。そうですね、チャンピオンは本当にセコンドの言う通り、まあ、ボクシングに変えてますね、はあ、本当にあのヒット&ウェイを落としているという感じで、ね、はい、だからもう前半のリードを今守っていこうという姿勢ですか。ちょっとね、まあ、ブルーマンはちょっと焦ってますからね、はあ、ブルーマンはね、もう一押しね、してほしいんですけどね、はい、足を止めてはいけません。あ、これがチャンピオンコーナーの言うチャンピオンの距離です。こうして打たれますとね、自分では思っててもね、体が動かないんですよね、はあ、ワンテンポ遅れるから相手のペースにこう、はい、はまりやすくなってくるんですよね、はい、ブルーマンは一度ね、打とうとしてんだけどね、はい、ちょっとこうテンポ狂っちゃうんですよね、はい、おう、おう、距離を測って打ってきます。ボディがチャンピオン、とにかく2階級制覇を狙うことよりも私のボクシング生命をかけてリングに上がりますと話していたムグルマにもう後はありません。とにかく4回目の世界タイトルマッチ、過去世界戦は1勝1敗1引き分け、ムグルマ一応この試合で勝ち越しで決着をつけて、バンタムに続いてジュニアフェザーと2階級制覇を狙うムグルマですが、第4ラウンドにはダウンを着しています。さあこのラウンドはどうか。第9ラウンド10対10イーブンです。渡辺さんの採点です。がもう吉井会長、それから染谷トレーナー、必死のアドバイスが挑戦者ムグルマ拓也に送られております。チャンピオンの方もポイントではリードしているが、かなり表情が苦しそう。さあ渡辺さん、この残り3ラウンドのポイントは何になってきますか。やはりもうムグルマもちょっとポイントではね、はい、不利かもしれませんし、はい、ですからもう攻撃しかないでしょうね、はい、もう休まずに攻撃していくと、はい、相手にボクシングを刺さないようにし、はい、ちょっとダメですね。小島さん、もう一度伺いますが、左目の上どうですかムグルマの。小島さん、はい、どうでしょう。いや、まだ見えることは見えるでしょうね。かなり下がっても目っていうのは見えるもんなんですよ。はーはー、はい、これは内出血でまだ血が流れているわけではありません。しかし左目がほとんど塞がりましたムグルマ。的確な距離がつかめるかどうか。今年の5月にピニャンゴを破って新チャンピオンになったエストラーダ、とにかくプロデビュー以来1ラウンド KO7 試合連続でダイナマイトとあがらされるようになりました。一方のムグルマはエンドレス、終わりなきファイターであります。おっとここで滑りました。ビンカーのコーナーの右に足を取られまして、これは
イグナシオマネージャーが慌ててリングの上を拭いますが、思わぬ落とし穴がありました。自らのコーナーで足を滑らせましたチャンピオン。はい、ムグルマ君ね、相手をコーナーに詰めたらね、はい、もう体を預けてガーンと大きな、あの大きいパンチをしたいですね、はい、それで相手をガクッとさせないとね、はい、いや判定だと難しいと、はい、勝負に出たいですね。一発そういうパンチが欲しいですね。そうです、はい、あ両手をずらりと下げて左を2発、おっと鼻血が出た、鼻血が出ましたチャンピオン。エストラーダが取りそうです、限定ですね、もうね。そうですね、そしてロー、あとスイッチしました、スイッチして左、チャンピオンのエストラーダも鼻から血を出しています、鼻血です。ムグルマの方もうっすらと鼻に血が滲んで、それから左目が塞がっていますが、まだコーナーからのアドバイスと距離は近めているという、あチャンピオンも苦しい、ムグルマにチャンスあり、エストラーダ目来た、はい、うん、あとムグルマが塩田さん、はいはい、チャンピオン右の目の上を切りましたよ、切りましたね、あかなりの出血です、よし、かなりの出血です、右目の上を切りました。これは去年の12月にメキシコで行われたラウル・バルデスとの試合で、やはりこのエストラーダーが右目の上を切っております。そこはまたパッキリと口を開きました。これは苦しくなったチャンピオンだけに、どうやらこのラウンドチャンピオン出てきましたね、はい、このラウンドに勝負をかけそうです。そうですね、はい、右目上を切ったチャンピオン、またバッティングか、押しよう、チャンス、チャンス、けけけけ、はい、何やってんだ、レフェリーがまた右目の上を見ています。試合再開です。レフェリーはペルトリコ、ここでゴング、第10ラウンドチャンピオンが鼻血を出し、そしてまた古傷の右目の上を切りました。これが苦しそうなチャンピオンエストラーダのコーナーです。先ほどご紹介したように、去年の12月7日、当時 WBA のインターナショナルチャンピオンだったエストラーダが地元メキシコのバルデスと戦った時に、この右目の上を切りまして、結局負傷判定に終わった試合ですが、その同じ箇所を切りました、ロハスさんというカットマンがメキシコから呼ばれておりますが、さあ果たして血が止まったかどうか。残るは2ラウンド、11、12、この2つのラウンドを残すだけです。塩田さん、チャンピオンコーナーですが、はい、傷の深さは分かりませんが、はい、現在のところカットマンのアベル・ロハスさんが止めたんで、はい、今のところ止まってます、今のところ止まってます、はい、組み立て位置は浅いと言ってますね。あ、そうですか。減点の対象ではありません、アクシデントです。あ、そうですか、はい。ムグルマのバッティングだというふうな表情を見せたエストラーダですが、これは単なるアクシデントというジャッジであります。それからムグルマの対象にはなっていません。はい、どうぞ。ムグルマの左目なんですがね、ちょっと空きづらいですね。あ、そうですか、はい、チャンスです。あの1月のバスケ戦で見せたあのムグルマのスタミナですがね。いや、スタミナは大丈夫でしょう。大丈夫ですか。はい、エストラーダがな、ペース配分をね、うまくやってますね、はい、はしかしチャンピオンがもう疲れてる、しかも右目の上を切った、腹地も出してる、はい、まだチャンスありますね。そうです、はい、もうここでね、もうロープを背負わしてね、はい、連打を通すです。そうですね。さあ左で距離を測って右を伺いますが、下がりながらまた右のエストラーダのパンチ。しかしもうエストラーダも後半はほとんど的確なパンチのヒットがありません。エストラダね、今ヒットアンダーウェイしてますでしょ、はい、打ってくるとき、打って、今打っております。ちょっとテンプルですね、はい、ムグルマのテンプルを捉えました。カウントはいいけど、ムグルマ立ち上がりましたが、さあどうか。ムグルマ頑張れ。残り1分あります、今度はボディーから攻める。さあここでタオル、タオルです、タオルです。ムグルマコーナーからタオル、テクニカルノックアウト。ムグルマの2階級制覇ならず。まだタオルはしてないですね。ジュニアフェザー級タイトルマッチは
チャンピオンメキシコのエストラーダの初防衛成功であります。勝ちましたエストラーダ選手へ財団法人日本ボクシングコミッションより認定書の授与でございます。エストラーダ、第11ラウンドの途中ですが、ウグルマコーナーから黄色いタオルが投げ込まれました。オーソリゼーション WBA 正確な TKO タイムはミスター・フアン・ホセ・エストラーダフランメキシコ11ラウンド始まって間もなく WBA ジュニアフェイトチャンピオン右のフックをカウンターで受けまして、残り1分少々あったでしょうか。ムグルマコーナーからタオルが投げ込まれまして、無念にもムグルマ拓也の2階級制覇はなりませんでした。ただいまのテクニカルナックアウトタイム11回目2分7秒、11回目2分7秒、エストラーダ選手テクニカルナックアウトでございます。今正式のTKO タイムが入りました。11ラウンド2分7秒。 WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチはメキシコからやってまいりましたチャンピオンのファン・ホセ・ダイナマイト・エストラーダが初防衛に成功しております。取締役水野正夫さんより勝利者、現在関西テレビ放送株式会社水野正夫取締役から勝利者賞が初防衛に成功したエストラーダ選手に贈られております。産経新聞社事業局局長加藤哲夫局長より大きなトロフィーを手にしましたチャンピオンのエストラーダ。前線ブラシック敗れ去りましたが、ムグルマ選手へ関西テレビ放送より関東指標といたしまして金一分が贈られます。今敗れましたムグルマが表彰を受けておりますチャンピオンのエストラーダのところに歩み寄っております。もう私には後がありません、最後の試合ですと決意を述べながらリングに上がったムグルマですが、誠に残念な結果になってしまいました。11ラウンド2分7秒テクニカルノックアウト、チャンピオンエストラーダ初防衛であります。現在リング上では表彰が続いておりますが、まあ、兄弟子から見た今日の弟弟子ムグルマのファイト、渡辺さんの目にどう映りました？いや僕は立派だと思います、はい、やっぱりねもう精一杯やったんですが、やはりエストラーダが一枚上だったと、はい、もうそうしかないですね。はい、和島さんの印象はどうですか？やはりね、エストラーダ彼はねやはりうまいと言いますか、はい、試合巧者と言いますかね、やはりムグルマ君のこの絡まりさせてしまったよね、力を、相手のうまさ、やはり、ですから前半1ラウンド2ラウンド3ラウンドで6ラウンドのスタミナを使えって私いつも言うんですよ。なるほどね、それが相手にそうさせられてやられてしまったね。そうですか、まあ、大きなソンブレロをかぶったチャンピオンのエストラーダですが、どうやらインタビューの用意ができたようです。はい、それではババアナウンサーからインタビューしてもらいます。お願いします。チャンピオンのエストラーダ選手です。初防衛おめでとうございます。どうもありがとうございます。非常に満足しております。ヘタランチューフォーキンカポンエスペローカンセギテコンシギエンドトクシャンドマスティウンボイ、もっと防衛戦に成功していきたいと思います。ムグルマ選手についてはどんな印象？¿Qué impresión tiene sobre Muguruma? Muchacho aguanta mucho, está muy fuerte. 非常に強いし、よく耐えていたと思います。Muy valiente, lo respetamos. 非常に強い選手で、尊敬してます。いい試合だったと思ってます。国に2人のお子さんが待ってるそうですけど。Dos hijos están esperando en España. Pues sí, estoy muy contento porque ahorita me están viendo por...非常に満足しております。ティファナで今お父さんの活躍ぶりを見てくれたと思います。ティファナで見てると思います。私の両親も見てくれてると思います。家内と2人の子供、大学の皆さんもみんな見てくれてると思います。me siento muy contento por tener mi victoria, espero que todo México me estén viendo ya. メキシコ人みんなが私の試合見てくれて勝利を喜んでくると思います。おめでとうございました。どうもありがとうございました。初防衛成功しましたエストラーダ選手でした。まあ、それにしても渡辺さん、はい、現在メキシコにはこの初防衛に成功したエストラーダを含めて6人の世界チャンピオンがいるんですよね。まあ、メキシコというのはね本場ですしね、まあ、強くて当たり前と言い過ぎるぐらい、まあ、強いです、はい、ただねおととしの3月に渡辺さんが同じメキシコのヒルベルト・ローマに敗れたでしょう、
あの時はあのチャベスただ一人だったんですよね、チャンピオンが、はい、でローマンがまあ2人目のチャンピオンということになって、それがあっという間にこう6人ですか。まあ本当にこのメキシコのまあボクシング人口って、まあ、そうでしょうね、うまいし強いし、はい、もう審議体がね、はい、全部やはりチャンピオンですわ、はい、もうチャンピオンにふさわしいボクシングを今日もしましたね。そうですか、はい、さあ和島さん改めてね、今度はあのチャンピオンのエストラーダに目を移してほしいんですが、あのね、やはりあの外国に来たと、はい、いうことをかなり意識して試合してましたね。あですからもう必ずもう攻めなきゃ、とにかく取らなければという、ポイントを取らなければということ、倒さなければということ、そういうことをすごく深く自分に言って聞かせていた、そういう試合があの 1,2,3 ラウンド、はい、あれはムグルマ君に逆にやってほしかったんですよね。 あれでもって彼はね、もうあれですよ、3ラウンドで7ラウンドぐらいのスタミナ使ってますよ。ああそうですか、あれだけねガン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 打っていってね、いやーもうやっぱり大したもんだなって思いたいぐらいね、褒めたくなるぐらいね、やはり素晴らしい闘志がですね。そうですか、まあ、ここまで日本での世界戦、ちょうど210回過去行われたわけですが、メキシコの選手との試合が、41戦で13勝25敗3分けと、全く日本選手に分が悪かったわけですが、今日の敗戦でまた26敗目を喫してしまった。和島さん、さっき言われたようにね、まあ、初の海外の試合ということをかなり意識してたんですがね、メキシコの選手は日本へ来るとね、非常に楽だっていうんですね。気候的にもほとんど同じだし、それからかなり高い土地から日本へ来ますので、まあ、空気のその酸素の量でもね、非常に日本は楽だ、それから、まあ、今4時過ぎですから向こうの時間で言いますとね、午前1時ということになるんですが ね、この時差もね、聞いてみますとメキシコのまあ、メインタイトルをかけた試合というのは、夜中にやるんですね、12時とか1時とかですね。なるほどね、ちょうどいい時間だというんですよね、でもね、それだけではないと私は思いますね。そうです、なぜならばこちらへ来てだいぶ時間経ってますから、そこへ行ったら必ず、慣れるもんなんですよね。また慣らさなきゃいけないと思いますから、何も他のことは一切せずにボクシングの試合にぐーっと焦点を合わせますから、それは一切ね、自分を振り立たせてるんじゃないかなと、私思うくらい、の気持ちにとりますね。ああそうですね、はい、それからお待たせしました鶴太郎さんですが、はい、まあ、残念な結果に終わってしまったんですがね、まあボクシングはね、はい、まあ、チャンピオンの方が、まあ、一枚 上だったかもしれないですけど、よく頑張りましたよね、はい、僕らはね、さすがにチャンピオンはあれですね、世界のツアーモードやってるだけあって、ちょっとムルが出てくるとアウトボクシングやったり、その辺の相手に、かく乱するのがうまかったですね、はい、鶴太郎さんは一番好きなボクサーにフリオ・セサール・チャベスというね、これまだ60勝して負けを知らないボクサーなんですが、メキシコの選手ですね、メキシコでしょこの人も、比べて、今日の初防衛に成功したエストラーダどうですか。そうですね、まあ、チャベス僕はやっぱり、バランスもいいですしね、はい、まあ、理想的なボクシングしますしね、まあ、チャンピオンも素晴らしいチャンピオンですしね、はい、これから、まあ、チャベスのように防衛重ねて頑張ってもらいたいと思いますね。そうですか、まあ、鶴太郎さんは現在舞台、テレビ、それから映画スタート、さらにボクシングの、ね、ライセンスもお取りになったわけで、ボクサーとして今日の試合でなんか参考になったことってありますか。そうですね、まあ本当に、差はね、あったかもしれないですけど、やはりだけどそれに立ち向かっていけばムグルマ選手のね投資とか、スピースファイトはやっぱりなんか打たれるものがありますね。そうですね、塩田さん、はい、控室行ってきました。あ、梅田アナウンサーですね、戻ってきました。ムグルマ選手どうですか。ソメアトレーナーとですね、大阪帝拳の2人に抱えられまして控室に入りました、はい、もちろん報道陣は入れなかったんですが、私入って、一言だけ言葉交わしました、はい、どうだった、すいませんでした、は大丈夫か、分かるか、分かります、はい、言ってその言葉が最後だったんですが、その後はタオルを頭にすっぽりかぶりまして、はい、だんだん元気がなくなりまして、はい、ソメアトレーナーがその後声をかけるんですけれども、それにはこっくりとうなずくだけで、はい、意識はもちろんはっきりしてますが、はい、やはり精神的なダメージだけが、大きく残ったようです。あそうですか、はい、まあ、本当に後がないと言ってね、渡辺さんリングへ上がっていったんですよね、ムグルマ選手は。まあ、自分の人生が今の一瞬で変わりましたからね、はいはい、現在テクニカルノックアウトになった11ラウンドをご覧いただきながらお話を伺うんですが、こう今改めて作戦的に考えますとね、渡辺さん、はい、ムグルマのあの第1ラウンドどうご覧になりますか。やはり前半和島さんが言われたようにね、
チャンピオンがムグルマしなくてはいけないことをやりましたね。はーはー、前半やはり5ラウンド6ラウンドまでに、スタミナを使い切るぐらい頑張って、はい、それをチャンピオンがして、ポイントを先行してから自分が今度守りにヒットアンドローをしながら持っていったと、はい、チャンピオンが理想とするね、ボクシングです。僕もそういうボクシング展開を常にね考えながら、はい、ボクシングしてきました。はい、それと和島さん、今ね、はい、カウンターを浴びたシーン、カウンターと私言いましたが、カウンターでしょうか、なんか一瞬ボーッとした瞬間だったですよ、これ、ムグルマの。カウンターなんですよね。あで、このテンポ、ここね、ここで聞いたらね、回復が遅いんですよ。なかなかね、あごはね、回復が意外と早いんですけどね、はい、テンプルはね、はい、聞いたら、シーンとくるんですよね。はい、だから、前落ちましたでしょ、はい、前こう落ちたということは、かなり効いてるってことなんですね。はい、さあ、まあ、ムグルマ選手の今後ですが、渡辺さん、アニメ氏から一言。はい、まあ、僕はこれで引退するとか、もっぺん再起することは直接聞いてはいないんですが、はい、先ほど聞きますと、これでもう引退すると言ってましたが、まあ、僕はいっぺん自分の耳でいっぺん聞いてみたいですね。はい、そうですか。はい、まだ結論出すの早いですよね。もっとじっくり考えてほしいですね。まだ若いんですからね。はい、僕もまだ引退してませんし。そうですか。はい、ムグルマ選手の地元森口で行われました WBA 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチですが、11ラウンド2分7秒、大変残念な結果に終わりました。解説は渡辺二郎さん、それから和島浩司さん、そして加藤岡鶴太郎さんにもおいでいただきました。どうもありがとうございました。どうか、ムグルマ選手頑張ってください。